問題 A、N 人の宇宙人が手を消毒する。は？消毒剤は手を合計 M 本消毒できる。先頭から一人ずつ全部の手を消毒していき、足りなくなったら終わり。何人消毒できるか？そんなの実際にやってみるしかないよ。全員消毒できる場合がちょっとしたコーナーケースで、まあ答えを入れる変数の初期値を N にするのがいいだろう。説明欄に C++ のコードも置いたぜ。問題 B、大文字と小文字のアルファベットからなる文字列がある。長さは奇数、大文字と小文字のうち多い方に統一しろ。大文字と小文字を数えて、大文字が多かったら全部大文字にして、逆なら逆。正直 Python だと1問目より楽だな。補足すると、true や false は1や0として扱うこともできるぜ。問題 C、フラクタルのような模様を書きたい。レベル0の模様は黒マス1個。レベル1以上の模様は、1つ下のレベルのを8個くっつけて、真ん中はすべて白マスにすることでいられる。レベル N の模様を書け、N は6以下。まあ、再帰関数を書けってことかな。レベル0だったら黒1個返して終わり。0じゃなかったら、とりあえず1レベル下を読んで、縦3倍横3倍の真っ白な正方形を作って、ミニ模様を8個貼り付けて返すよ。ちなみに、ソースコードに模様を埋め込もうとすると、ファイルサイズ制限にギリギリ引っかかるぜ。問題で、正の整数 N を、文字列として N 回繰り返して、巨大な整数を得る。これをある素数で割った余りを求めろ。N もそれなりに大きくて、本当に N 回繰り返すのは無理。これは等比数列の和ってやつだね。どんなに数学が苦手でもこの式は覚えてほしい。この問題からそれるが、無限級数バージョンもな。それで、Python だとこの式を大体そのまま入力できちゃうね。パウに第三式数を指定するとうまいことやってくれるぜ。自力でやるためのキーワードを列挙しておくと、繰り返しに情報、情報の逆減、フェルマーの小定理ってとこ。問題 E、N 頂点のファンクショナルグラフが与えられる。どの頂点からも行き先は一つだけってことだね。頂点の組 A、B であって、A から B に到達可能なものを数えろ。N は最大20万。それぞれの頂点から何個に行けるか計算して、合計するよ。それはどうするかだけど、サイクルに吸い込まれる形だから、サイクルから逆に DFS して深さを計算すればいいね。強連結成分分解のライブラリを使えば瞬殺できるぜ。オーバーキル。問題 F、2つの数列がある。3種類のクエリを処理しろ。クエリ1、数列1の指定された範囲内の全要素に一定値を加算。クエリ2も同様。クエリ3、指定された範囲の内積を計算しろ。数列の長さもクエリ数も最大20万。数列が1つしかなくてもチェーンセグメントツリーか何かがいるね。2つならどうかというと、豪華なチェーンセグメントツリーを作るしかなさそう。内積と各数列の和はもちろん、要素数も持つといいぜ。よかったらチャンネル登録してね。ご視聴ありがとうございました。